はい、こんにちは、スレトルドと申します。君が死ね多数決デスゲーム、引き続きやっていきたいと思います。最終章前編の B パートでございます。前回ね、この刑事さんが今棺桶の中に囚われているので、まあそれを救うために招きんである、ランマルと一緒にこちらの、招きん人形の、メープルかを倒すっていうところなんですけども、まあなんかこいつがものすごく最強の、招きん人形らしいんですよね。ふふ、それじゃあお茶会しよっか。カップに紅茶を注ぎ始めた。怒らせたらまずいらしいんだよね。とりあえず話し合いで、日和荘の ID カードをゲットしたいってとこなんだけど、ちょっとね、ランマルの手のパーツを強化しなきゃクリアできないんじゃないかな、みたいなのが、ちょっと、暗示されてるんだけど、まあまだ強化できてないんですよね。はい、何の香りかな？わかるかな？ふふ。このフルーティーな香りは。カモミールがフルーティーだよね。うん、カモミールだな。正解。嬉しい、サラちゃん。紅茶詳しい。待って。喜んで嬉しかったら、何するんだっけ？なんか攻略も読んでんだよね、確か。嬉しかったら、一緒に楽しめばいい。はは、まあな。紅茶を一口飲んだ。ナイスだぜ、サラ。その調子でうまいこと仲良くしようぜ。ねえねえ、二人に質問。お互いに仲良くなれた？仲良しだと嬉しい。仲良しだと嬉しいと。私たちが仲良くなったかどうか、もはや言えない関係。仲良しになったでいいんじゃないかな。あ、随分仲良しになったよ。よかった、嬉しい。二人ともきっと友達になれるって信じてた。うん、どんどん嬉しいぞ。友達か。二人とも少し変、様子おかしい。なんだか緊張してる。私に何か話したい。違う？ ID カードですよね。警戒されちゃダメ。名前が知りたいでいいかな。メープルの名前。実は名前を知りたいんだ。まだ聞いてなかっただろ。嬉しい、サラちゃん。私に興味持ってくれた。名前を言ってなかったことごめんね。私はメープル。一応妨害者。メープルちゃん、今度は敵となって、メープルちゃんが。やっぱりお前が、いや、君がメープルだったのか。うん、ランマル、私の名前呼んでくれて嬉しい。まあ、ずっと喜んでんな、一応。なんか今んとこ成功してる感はあるけど。ねえ、二人はもしかして日和くんのこと聞きたい？聞きたい。うん、ここまでちょっと楽しく話してんだから、お話ししてくれんじゃない？さあ、聞きたい。聞かせてくれ、メープル。日和くん、好き。うわ、日和と仲いいのか。私、恋してる。やばいですね、これ。でも、日和くん、まだ私のこと好きじゃない。でも、少しずつ仲良くなってるの。うふふ。少しずつ仲良くなったか。プレゼントをもらった？趣味が悪い、お似合いだ。プレゼン、警戒されるかな。お似合いですね。お似合いだと思うぞ、メープル。ほんと？嬉しい。サラちゃん、ありがとう。日和くん、すごく優しいの。私にお手紙くれた。きっとすごく愛のこもったお手紙。手紙。私、日和くんの横で一緒に歩きたい。暮らしたい。もう、お好きにどうぞ。多分、バラされちゃうと思うけど。でも、わがまま言っちゃダメだよね。なあ、メープル。破かせてくれ。手紙はちょっと見せれないから、他に何かもらったかだけ聞こうかな。他にも何かもらったんじゃないか？よくわかったね。そうなの？なんか今んとこいい感じじゃないか？この手紙も宝物だけど、もっとすごいものもらっちゃった。それって？日和くんのカード。それください。カード？うん。差し込むと、私の中に日和くんを感じられる素敵なカード。まあ大事なものなんだな。もしかして、それが ID カードか？差し込むって一体、どこに差し込んでるんですかね？へへ、つい楽しくなっちゃった。私の話ばっかりごめんね。二人の話もっと聞きたい。ねえねえ、二人とも。優勝できそう？優勝。これデスゲームのことかな？
狙ってない、わからないでいいかな。わからないよそんなの。それじゃとっておき教えてあげる。郵送すればサラちゃんとランマル二人で帰れるんだよ。ほう。え、サラちゃん多数決って何人ならできる？何人ならできる？多数決は三人かな。それは普通に考えたら三人だよね。それは三人だろ。正解。最低でも2対1にならないと多数決にならないよね。でも、もしも2人以外みんな死んでしまったら多数決できない。あー、なるほど。2人になったら多数決デスゲームは成り立たないから、2人で終わると。だから、決戦ルール存在する。生き残った2人、しばらく一緒に生活して、どっちかが人間に、どっちかが人魚になり忠誠を誓う。話し合いで決めて儀式を終えるの。ほう。本当なのかその話。でも今はボーナスステージ特別ルール、ペアで生き残ればそのペアで優勝できる。ほう。私もその方が嬉しい。ひよりくん生きていてほしい。サラちゃんには優勝してほしいの。いや、ランマルがちょっとさ、なんかそういうそっちの心に行っちゃわないようにしてほしいな。あれ、ドアの前気配がする。もしかして外でお友達待ってる？あ、長くおしゃべりごめんね。またお話ししたいな。あ、待ってくれ、 ID カード。メイプルは食器を片付けて、くっ、どうする？サラ、メイプルの背中見る。お、弱点、隙間ですよね、背中の。おお、 ID カード出てるな。あそこ弱点、抜くなら今しかねえ。いや、無理でしょ、絶対。抜いてみる？じゃ、絶対無理だと思うけど。メイプルに向かって手を伸ばした。何？ああ、いや、何か悪いこと考えて、いえ、何も、私何もしてません。そんなことは、ち。お、ランマルは棚に置かれた手紙を取った。大丈夫か？お前、ランマル、お前大丈夫か？頼む、メイプル。ID カード渡してくれ。この手紙の続き、雑草に書いてもらうからさ。な。お、でもいいぞ。触らないで。え？ひよりくんの手紙、触らないでよ。いや、まずい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 、なんか、なんか、怒ろうとしてる。え？このパートに入んの？二人しかいないけど。許さない、返して、ひよりくん。やべ、完全に怒らせてしまった。怒らせたら話を聞くんですよ、確か。結局争うしかないのか。とにかく二人じゃ無理だ、逃げる方法を考えねえと。隙を見せたら殺される。メイプルは怒ってる。ひどいよ、許せない。落ち着けって。これは強制的にこのルートになっちゃうのかな。話を、いや、これ違うな。いやいやいや、違うな、違うな。ここは喋れない。え？あ、この手紙でも持ってるんだ。ドアを叩いて先助けよる。メイプルは攻撃するつもりだ。俺が音になる。その間にどうにかしてくれ。なんか嫌な予感しかしないけど。でも入れないよね。とりあえずおとりになってもらおうか。頑張って、ランマルくん。ランマルはメイプルの攻撃をギリギリでかわした。あ、危ねえ。くそ、俺は一度死んでるんだぜ。こんなの怖くねえって。お、メイプルは泣き出した。悲しい時は優しくするんですよ。なんで、ひどいよ。え、泣き始めたぞ。情緒不安定ロボ。この子に話せないの？やばいな。なんかできるっていうことがないんだけど、まあ、助け呼ぶか。おら、開かないドアを何度も叩いた。みんな助けてくれ。ドアを叩き返す音が聞こえる。外に伝わったんだ。よし、こうなら外の奴らがドアを開けてくれるって信じようぜ。俺たちは背中に差し込まれた ID カードを手に入れるんだ。お、次の段階に来た。お、メイプルは笑い出したら一緒に楽しむ。うふふ、あはは。
どう、情緒が不安定すぎるな。なんだかメイプルの感情が安定していない。楽しそうなんだったらいいんじゃない？いや、今は。楽しそうな時だから抜き取っていいかい？いや、無理だろ。笑っているメイプルの背後をあっさり取ることができる。今だ、背中に差し込んである ID カード。え？あー、この下のやつか。なんだ、よく見たら3色のボタンがあるぞ。どうする？え？あ、あれですね、喜びの状態だと黄色って言ってたな。なんかそんな色のこと言ってた。ってことは黄色のボタン、これがヒントだったのか。 ID カードはシュッと音を立てて抜けた。なんか意外といけたね。やった、手に入れたぞ。ランマル、ちゃんとメモっといてよかったな、これ。ナイス、あとはどうにか脱出するだけだ。めっちゃ怒んじゃない？許せない、許せない、許せない。どうして奪う日和くんを私から。ランマルもサラも大嫌い、仲良くなりたかったのに。まあこの子が怒る理由わかるな。メイプルの背中から黒い何かが伸びた。何？え？おお、ラッキー！鋭く伸びた黒い何かドアを貫いた。あ、危なかった。これラッキーだね。大丈夫にゃん、サラ姉ちゃん。危ないよ、前出ちゃダメだ。どんな化け物かと思ったら、こいつがメイプルぜよ。みんな、話し合いダメか。でも ID カードは手に入ったんだな。逃げましょう、皆さん。もう逃げるしかないな。ひどい、寄ってたかって私をいじめて。ひどい。まあでもこいつはかわいそうだよな。奪われただけだからな。喜び、悲しみ、怒り、喜び、悲しみ、怒り。あー、なんか触手みたいなものが。悲しい、嬉しい。許さない。殺す、殺したくない、殺してやる。逃げて、死ね、仲良くしようね。おい、いよいよ様子がおかしくなってきたぜ。逃げよう、とりあえず。メイプルの感情はぐちゃぐちゃだ。どう対処したらいいのかわからないけど。戦っちゃダメだ。何か和解する方法はないのか？いや、無理だろ。お！メイプルが怒ってる時は、話を聞くんですね。これはこう書いてあるから。みんな許さない。すごい迫力ね。話を聞く人。嗅ぎ分ける。相手の様子を観察する。ランマルが手に入れた手紙読ませてくれないかな。あ、いいな、セーブあるね。セーブして、で、状況確認するか。あ、一旦立つのかよ。メイプルは怒って、みんなが来てくれた、戦わずに済む方法はないにかないのか。なるほど。話を聞くんだけどな。観察する。怪しいところがないか嗅ぎ分けるにゃん。ちょっと嗅ぎ分けてみようか。いいね、マスク。甘い匂いが広がってるにゃん。でもこれじゃ鼻が効かないにゃん。香水が邪魔になったか。やばいな、メープルは泣き出した。悲しみ、いじめるんだ、みんないじめるんだ。悲しい時は優しくする、こっちのセリフじゃねえか。手紙観察しよう。お、メガネが光った。手に負えない状況だね。彼女は感情のコントロールができていない。知ってます、僕らと同じ人形とはいえ攻撃性が全然違うよ。取扱説明書ぐらいつけなきゃ。販売は絶対に無理だろうね。いらねえよ、その情報。攻略本、あ、そっか、手紙になんか書いてあるか。いいものあげる。メープルは棚からハンカチを取り出した。受け取って。急に、なんだ、罠か。でも今なら仲良くなれるかもしれません。お、これは物語は進んでんのか。ハンカチ受け取る。爆発したらどうしよう。喜んでる時は一緒に楽しむからね。メープルは幸せそうだ。嬉しい、カンナ受け取ってくれた。はい、ありがとうございます。いいの、気にしないで。うふふ。おお、ハンカチに入った。メープルは怒りつした。やばい、メンヘラ女のなんか取扱説明書が必要ですね。これコロコロ変わってついていけないやん。これは何なの。怒ってる時は話を聞くんです。手紙、
お礼を言って返しましょう。怒ってる時に返して大丈夫かな。これはセーブまた必要だな。採用。話す。これ返すっていうのは話すことになるでしょ。なんで返すの、あげたのに、せっかくあげたのに行為無駄にするの。やっぱそうだよな。そうか、違います。これはその、返したら許さない、カンナ許さない、友情を踏みにじる、最低。カンナが友情ショック受けちゃったじゃん。しっかりしろカンナ、お前は何も悪いことなんかしちゃいねえよ。レコさん、タイミング見計らって見せてやれ、カンナの優しさを。はい。悲しい時は優しくする。もう嫌だよ、悲しい悲しい。笑って怒って泣く、怒って泣く、順番に感情が変わるんじゃねえか。あ、泣いてる時にハンカチを渡す、そういうことだ。これは合ってるっしょ。ううくれるの、これありがとう。メープルの悲しみが軽くなった。お返しします、これで涙を拭いてください。カンナもこれまでたくさん泣いてきましたから。優しいカンナちゃん、大好き、優しい。謎解きゲームだな。笑い出した。もう不気味だけど、ずっと笑っててくれた方がマシにゃん。笑ってる時に手紙読もうか。なんか書いてあります？ちょっと待って、この手紙この子について書いてあるよ。だから雑草が書いた機嫌を取る用のラブレターだろ。そうじゃなくて取扱説明書ってやつだよ。ほんまぜよ、読んでみるか。じゃあね、最強の人形メープルは寂しがり屋の女の子。女の子に暴力を振るってはいけない。大事なのは共感し友達になることだ。彼女の感情をしっかり理解し良い友達になってあげることは平和への鍵になるのだ。あー、まあでもこれは攻略本に書いてあったことだね。冗談じゃねえ、女心っつうのがこの世で一番めんどくせえんだぜ。苦手なのは分かりますがお願いします。ほら、お腹のところを見て、あれが有効度メーターだって。あー、出た出た。あ、結構有効じゃない。じゃあ有効度が高まった頃を見計らって仲直りすればいいんだね。よし、とどめは任せたぜアンズ。私が仲直りするの？やれ。分かったよ、でもみんなもしっかり有効度上げてね。おー、みんな参戦。怒ってる時は話を聞くんです。お、いい加減にして、返して日和くんを。あわわわ、野球モノマネダメ。あ、黙って話を聞いてやる、これです。猫頼んだぜ。うん、反省してるんだ、何も言い返さないんだ。メープルは少し怒りが収まった。いいよ、分かってくれたのかメープル。もうこっからは簡単だね。悲しい時は優しくする。誰も分かってくれない、ひどいひどいよ。カンナたちは分かってあげれます、信じてくださいメープルさん。手紙を返す、優しくする、おしゃべりに付き合ってあげる、殴る、冗談を言う。優しくするはこれかな。手紙を返そうか。うん、手紙返すよ。返してくれるの、ありがとうランマル。よし、メープルの悲しみが軽くなった。その、悪かったな、元気出せよ。ランマル優しい、さっきまで嫌いだったけど少し見直した。この子は何なんだ一体。楽しい時は、少なくとも笑顔の時には襲ってこねえよな。楽しい時は一緒に楽しむ、だから野球モノマネ。野球知ってるかな。ぐおー、動いたら背中の痛みが。おーい、うーわ、筋肉ゴリラ大変な、大丈夫にゃん。大丈夫ぜよ、心配すんな銀。すまん九太郎、お前さんたちが頑張っちょるのに俺が寝てるわけには。いいから寝てな、腕力が必要な時じゃないんだ、温存してなって九太郎。すま九太郎、すま、怒っちゃった。話を聞いてあげて、逃げる準備しておいた方がいいかも。これ会話だね。これなすすべがなくなったら終わっちゃうんだなきっと。おしゃべりなんかする気ない、楽しい気分にない、あれやばいな、くそ生意気じゃない、イライラする。お話じゃないのか。
悲しい時は優しくする。やべえな、冗談こっちだったかな。会話、これがおしゃべりに付き合ってあげるが優しくするなのか。頼むぞ。あれやばい、もうなすすべがないんだ。よし、この時に、いやマジで来る、この時に冗談を言って一緒に楽しくギャグ言ったのかな。面白い、楽しい、とても。いやでもパラメーターが足りねえぞ。マックスいかなくてもいいのかな。あんなつまんない冗談で笑ってくれるの、てめえ後で覚えてる。嘘じゃん、本気にしないでよ。もういい、あ終わった、終わった。返してくれないならみんな殺す。ひよりくんを奪ったこと後悔しながら死ねばいい。やばい、これ以上はもう、いい加減にしやがれ。バッドエンドか。あどうした、好き放題しやがって。このままぶっ壊してやる。やられんじゃないお前。バカ離れろ。ビビってんじゃねえ。こいつの攻撃が背中からだ。距離さえ詰めりゃどうってことね。さすがボクサー。インファイト。砕いてやるよ、その頭。いや、絶対うまくいかない。やっぱ機械なんだ。ガッ。車田さん。殺す。みんなまとめて。逃げるよ、5階に。え、これは肩につかまれぜよ、車だ。え、逃がさない。うわー、え、これはちょっと待って、これ成功することできんのかな。いやー、なんか車だあーなんのやだな。車だあーなんのはすげーやだので、ちょっと戻って、成功できるのかな。やばい、これちょっともうこのパラメーターだけど、握手、仲直り、仲直り。私たちあなたにすっごく悪いことしちゃった、謝りたいの、ごめんね。でもでもね、 ID カードがどうしても必要なの。刑事さんっていう人の命がかかっててね。分かったよアンズ、後で返してくれるよね。私、え、いけんの、信じればよかった、誰も傷つけなくてよかった、メイプルちゃん。じゃあこれで仲直りだね。お、いけんだ。はあ、車田を守れたぞ。ありがとうメイプル。え、頭が痛い。ちょっとメイプルさん、私頑張ったんですけど。逃げてみんな。ダメ。あー、まあ、どっちにしろなんのかな。殺しちゃう、いや暴走してんのか。やばいやばい、逃げてみんな。ダメだ、逃げきれねえ。あー、結局あれか、結局人造人間みたいにこうなんか、あね、お腹の中を開けられちゃうのか。なるほど、まあでも頑張ってみたのはいいことだな。うわー、どてっぱらが、が車だ、かっこいいな。あー、逃げるよ、5階に。いやでも一応ちょっと頑張ったことは意味があるものと思いたいね。ぐっ、早く、うわー、逃げまーす。でもこれはもう正式にセーブリー行こうか。うわー、うぐっ、何してんの、急いで。でも今回はちょっとあの野球ギャグしてないからさ。ま、待って、みんな、九太郎さん怪我をしてて。レイコ、すまねえ、肩を貸してくれ。あ、捕まれ。九太郎は車田をレコの肩へ乗せた。な、何して、てめえ。行け、行け、お前らだけでも先に行くぜよ。九太郎さん、何言ってんすか。早く立ってください。ちょっとやめろよ、九太郎ここでいなくなるのは勘弁。いいから行け、何のために危険を犯したぜよ。刑事を救うやろ、これぐらいの危険。想像してたじゃねえか。そんな九太郎さん、私が守る、みんな行って。え、いや行けないな、行くしかないね。でもタッチも何もできねえ。
こに行くしかないのか。やっぱり僕筋肉ゴリラが心配だにゃ。戻る気？死によあんたまで。どういう意味だわ。筋肉ゴリラがやられるわけないにゃ。すまない銀くん。抱えんのか。下ろしてくれワンスーツメガネ。みんな走れエレベーターまで。ゴリラ九太郎さん。わわあ悲しい。九太郎さんって言うのか。ああ懐いてんだな。みんな乗って早く閉じなよ。追いつかれたら全滅だよ。ダメだよやっぱり待とうよサラ姉ちゃん。ギンギリギリまで待とう。九太郎さん早く来て。ふざけないで。ああそらそうよな。ああ正しい判断。エレベーターはゆっくりと閉まった。そして静かに4階を離れていく。いや大丈夫かこれ。なんかポンデちゃんの方がやられそうだよな。なんとなくだけど。マネキンはちょっと危ないよね。ごめん銀。でもこれが最善の。くそが。これが最善？信じるんだ。もうそれしか。お願い。せめてこの ID カードだけはちゃんとしたものであって。この ID カードでなんか充電とかできたらね。とにかく制御して急ぐぞ。はい。で、レベル2を解除するには ID カードが必要。これを使えば。ID カード認証に成功しました。よし、本物だったんだ。お、なんか、手前が。おい、監視カメラの映像が消えちまったぞ。どうなってんだ。いや、他の機材は動いてる。問題ないよ。消えたのは監視カメラだけか。なんか嫌なことになんじゃないこれ。九太郎とかも。これはこのままか。あ、でもバッテリーとか。減ってはいないか。ここもダメだな。じゃあここか。はい。あ、シャッター。棺をすべて開くってある。まとめて、まあ、人形がいっぱい入ってんだよね。開けば刑事さん救える。先にシャッター閉めといた方がいいとこあるかな。でもいいんでしょうか。下の階にはメープルさんが暴れてます。シャッターを閉めるか。墓地だけは安全になるぜ。じゃあシャッターを閉じる。刑事さんの安全は守られるな。それでいいのかな。このマネキンたちは大丈夫なマネキンなのかな。で、監視カメラもないんだもんな今。迷う必要はない。このために危険を犯しみんな傷ついた。これでダメなら誰も救われない。刑事さん、すべての棺を開けたよ。これで棺は開いたんだよな。そのはずだけど、映像が見えねえから何とも言えねえな。大丈夫かこれ。全部、あのムービー、あの処刑ビデオだよね。なんだこれって。犠牲者のビデオ。私たちが死んだ時の映像。こんなの見たくない。映像が止められない。嫌がらされてんな。ほら目を覚まして。これは全て君たちの身に起きたこと。鍵山蘭丸くん、君は生き返ったんだよ。生き返った。そうさ、記憶はあるだろ。なんかぼんやりと。君は設定された寿命まで生き続ける。じゃあまた死んじまうってことか。はは、もしも屍に戻りたくないのなら、ゲームが終わるまでにペアの相手と入れ替わるんだ。入れ替わる。彼女を代わりに死体にするといい。ペアを殺すんだ。蘭丸のペアはサラちゃんだよな。ペアを殺す？
ふふ、頑張ろうね。みんな大丈夫か？今のは一体。一番最初、私たちが雑草に生み出された瞬間だよ。これを言われたってことか。あんな風に自分の最後を見せられて、それで恐怖を植え付けられたってことか。ひどい。ひどい。改めて思うと最低なやり方だ。こんなものを見せられて反抗する気なんて誰が起こせる。映像の中で死んでいるのは自分なんだ。くだらねえ。なもん分かった上で協力するっつったんじゃねえのか。それはふざけやがって。てめえの覚悟はそんなもんなのか。車だ、かっこいいね。まあもうどうでもいいか。どうせ俺は死ぬ。車田さん、とっとと ID カードあのクソ女に返してこいよ。そうすりゃ暴走は。ああやっぱり限界なんだ。でもそれでも車田さんはまだ生きてる。どうすれば。車田を直せないの。このまま放ってはおけません。車田さんを直してから。どうやってだ。終わりなんだよ。さっさと行け。まだ動けるってことが不思議なくらいなんだ。できません。カンナはここに残ります。くだらねえわがままを。サラさん、ここはカンナに任せてください。皆さんで ID カードだが、信じてください。行くしかねえかもな。ペアだもんね、カンナの。レコさん、私たちが救えるんだとしたら、それは下の階にいる奴らだけだ。キュー太郎大丈夫かな。私たちはやれることをやるしかない。ごめんなさい、車田さん。どうやって直す方法。いやでもカンナはね、まあソウの死によってちょっと強くなったね。エレベーターか。あれ、ボタンが反応しない。は、なんで動いてねえんだ。メイプルが壊しちゃったの。どうしたらいいにゃ。このままじゃ筋肉ゴリラもおまわりさんも。戻るしかねえよ。制御室の機械でエレベーター動かせるかどうか試すんだ。あ、なんかちょっとあれだな、あのビデオを見てちょっとダメージ受けてんな。どうした。立ち止まって。そうだな、行こうぜ。なんまろ、お前は強かっただろう。すぐ帰ってきちゃった。いない。どこ行きやがった。あの、みんな、え、大変だよ。車田くんが部屋を飛び出して行っちゃったんだ。カンナちゃんもそれを追って。なんだって。どうするにゃん。探しに行くわん。待って、その前に話したいことがある。何ですか。いいかい、よく聞いて。車田くんを生かす方法があるんだ。え、どういうこと、教えて。充電だよ。充電。ちょっとそっちの画面を見て。おー、今充電がもうギリギリだね、体の方が。頭部は深刻なダメージがない。胴体には大きなダメージがあるものの、バッテリーはまだ動いてるでしょ。じゃあまだ助かるの、車田は。うん、充電さえできれば延命できる。まあ損傷が激しいからどれぐらい持つかわからないけど、充電器がこの階のどこかにあるんだ。いっぱい探索したけど、そんなのどこにもなかったにゃん。もう A パートでめっちゃ調べてるもんな。あれ、おかしいな。まだ探索してないところはないの。あ、ロッカールーム？ロッカールームの中はどうだろうか。ロッカーの中身ね。そんなの解錠できなきゃ調べられないわ。いや、それならできるかも。ID カードを使うんだ。え？番号を忘れた時とか、その ID カードで解除するはずだからね。けど待ってくれよ、メイプルはどうする。エレベーターが動かないからってほったらかしにするつもりか。え、エレベーターが。おかしいね。もうこれなんか層がやってんじゃないの、雑草が。だったら舞さんのデータをさっきの画面に表示できますか。強化パーツとか入ってそうだな。舞は生きてるっぽいな。よし、少なくとも今
マイさんは無事ってことですね。うん、壊れてたらドクロマークが表示されるもんね。それは知らないけど。じゃあ筋肉ゴリラもマイさんと一緒にどこかへ隠れてるかも。なら先に充電器を探すしかねえな。そして車だを見つけて命をつなぐんだ。はい、僕はエレベーターの操作ができないかコンピューター内部にアクセスしてみるよ。優秀だなぁ。 0% なのにシーン。もちろんこれは秘密だよ。君たちを見てると協力したくなっちゃうから困る。行こうみんな。もう誰も犠牲にしない。だ、脳犠牲でできんのかなぁ。ロッカールームで ここのロッカーが ID カードで開くにゃん。めっちゃあるね。おお、気持ちいい。あ、こっちはだけなダメなんだ。全部とりあえずオンにしちゃおう。おい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 、うわあ、なかった。灯籠、灯籠流し。はい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 、なーい。なにこれ、バッテリーかい。スイッチを入れる。え、ちょっと待って、心の準備必要なの。そんなこと言われたらセーブするけど。オン。サラ姉ちゃん、何か音がしないわ。音？またデスゲームがあんのか。ドアが閉まっちゃったわ。ちょっと、また罠多すぎるってば。まずい、このままじゃあの時みたいに。やっぱり嫌にゃん、もうあんなの。え、何この画面。く、今度は一体どんな仕掛けが。わあ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 、怖い怖い。部屋全体が襲ってきたわ。落ち着くんだ銀、私がいる、信じろ。俺何もできないけど、何も解き明かせてないけど。赤色になってる。何かが変わるだろう。おー、ここに何も。じゃもう一回押してみるか。やってみないことに何もできないもんな。うん、なんだ、光に照らされて何かが浮かび上がってきた。これはあれだよな、上の部屋の移動するときの画面だよね。さっぱり意味はわからないが、謎を引くヒント、謎を解くヒントってことなのか。タッチで電源オフにする。おうおう、おうおうおう、なんかいろいろ降ってきたにゃん。あ、これん、王将、消火器、ドクロ、パレット。もう一回押すしかないか。え、ああ切れる。これはなんか写真撮った方がいいとかあるかな。なんかそんな感じするよねこれ。タッチした電源オンになるもんね。王将をどこかで使う。ああ、ここに何か入れんのか。いや、覚えてないよ、これ。何を入れんだろう。ここの部屋に何があったかってことだよね。こっちはモニタールームなんだけど、下はなんかここ真ん中、墓場だった気がすんだよね。ロッカーに緑のランプが灯った。はい。右下なんだっけな。美術室。これなんか間違えたらとんでもないことなんのかな。わかんねえ。おう。おう。おう。またなんか増えた。で、ここが開いたのか。トランプ。マイク。スクールバッグ。な、ここに入れんだよね。ここは教室だったかな。
ってことはスクールバッグを入れる。はい。でここの真ん中はモニタールームなんだよね。モニタールーム、これかな、マイクかな、それっぽいものといえば。はい。お、いろいろ落ちてきた。お、いいよ。ここお寺だね。ベル、本、錠前。ここ神社だったけど、さっきの画面的に。あ、こことりあえず図書室だから、ここ図書室、さっきのここ、んー、寺っぽいもの、ベルだもんね。これかな、王将。あ、間違った。え、うわー、首輪が磁力に反応してる。ダメだ、また天井に寄せられるぞ。なるほど、失敗したり行動したらダメと。なんか違うものが。あ、ここボクシングの場所だから、これは合ってる。全部正解しなきゃいけないんだな。で、ここは交番ですね。で、これはパトランプを入れる。交番があった場所。うお、なんかいろいろ落ちてきた。ここ会社があった場所だな。ってことはこれノートパソコンでいいかな。で、ここはエレベーターがあった場所。なんだエレベーターがあった場所って。これかな、消火器かな。ミスリードもあんだろうな、きっと。消火器かな、エレベーターのとこにありそうなの。うわー、違うのか、知らねえよ、何があったんだ。あー、ここ2個か。ここ寺ですよね。今セーブできないもんな、スイッチ。あー、ここ出ないな。あ、行動すればそうか。やばいやばいやばい、メガネ、アドバイスくれ。いえ、知ってる。王将でもなかった。パンダじゃないよね。エレベーターのとこにありそうなものって何でしょうね。暗号、いや、わかんねえ。エレベーターじゃなかった。あ、あれか。ここエレベーターじゃなくて、メープルがいた部屋だから、紅茶なのか。勘違いしてた。マークで。で、ここだよね。あと、ここなんだろうな。もうちょっと候補減らしたいけど、お寺っぽいもの。金？ベルじゃなくて、もうなんかこう、金、寺の金ってことなのかな。いや、もうわかんないからやるしかない。あー、やべ、死んじゃうよ。どっかから物が落ちてきた。あー、でもこれか。これ神社だよね。神社じゃないのかな。今回ここに行ってないからもう覚えてないんだよな。王将じゃなくて、これでもなくて、あそこか何か、ちょっともう覚えてないな。なんか神、トランプカード、トロフィーじゃない。いや、門ってことで、城前。よし、合ってた。ギリだ。あぶねえ。危ない。なんとかなんとかですね。でも、やっぱりサラ姉ちゃんが助けてくれたわ。ギリでした。みんな無事か？まあ、なんとかね。
そうだ、充電器はどこにもないよ。あれが充電器なんじゃないの？あ、開いた。なんだ、ロッカーが。え、またそういうからくり屋敷な感じ？入りたくねー。入るしかない。だよね。行くぞ。入る。行ってみよう。充電器あんじゃない？充電する場所。お、それっぽい場所だ。ここは怪しいところだにゃん。セーブして、机の棚は紙が入ってる。何かの説明書か。充電器について書いてあるにゃん。奥のメモみたいなのなんだにゃん。何かのメモ。ゲーム開始。あ、これはあれだよね、棺桶のやつだよね。一応メモるか。青1、赤6、黄色0。棺桶のやつじゃないのかな。なんだろう、充電器とは関係なさそうだな。説明書、これ違うな。説明書はメモしてないのか。なんかあるな。金庫。ID カード当てよう。開いたー。中には1枚の写真が入ってる。え？なんだそれ？写真か？あの、これ。おらー、おしゃれー。レコおしゃれですね。は？ちょっと大人っぽくない？女性、写真に写る女性。これはどう見ても。私じゃねえか。なんだこれ？いつの写真なんだ？覚えはないんですか？記憶を思い出してほしいらしいからな。雑草は。ねえよ。あ、いや、場所はわかるけどさ。バンドメンバーとかよく行ってた地元のカフェだ。撮影者一体。なんか記憶を失ってんだな、みんな。気味が悪いぜ。明かりをつけて、もっとよく見てみるにゃん。銀は灯籠のスイッチをオンにした。うわ、え、どうした？え、冤罪ってどういうことだよ。ああ、あれは事故、本当さ。アリサやってねえのか。泣かないで、レコさん。僕の組織なら君の力になれる。これ雑草か。あ、僕だけが味方だよ。何か記憶を、なんか、突き込まれてんのかな、過去に、みんな、雑草に。レコさん、一体どうしたんですか、レコさん。会ったことあるじゃねえか。え、私は、雑草と、直接会って、会話をした。何年も前に、レコ姉ちゃん。なんで忘れてたんだ、こんなこと。う、銀、悪い。その灯籠を消してくれ。その光を直視すると頭が痛いんだ。う、うん。記憶を蘇らせる何かなのか。大丈夫にゃん。あ、ありがとう。これが失われた記憶かもしれねえ。もうちょっとではっきり思い出せる気がするんだが。一体レコさんは雑草と何の話をしてたんだろう。もしかしたら私も同じように。いや、なんだこれ。これ何、ドリンクバーみたいな。これ、充電器じゃねえのか。え、ドリンクサーバーじゃない。めっちゃ喉乾いた、飲みたい。ホットないのか。うかつに飲まない方がいいと思うけど。これは充電器じゃないのか。サラさん、ちょっとその説明書見せてくれないかい。どうぞ。お、やっぱりそこにある装置は大型充電器みたいだよ。でもどっか行っちゃったんでしょ？あいつ。車だわ。あ、しかもその説明書があればちゃんと動かせそうだ。やった！あとはあいつを連れてくるだけじゃん。探しに行くにゃん。他は見なくていいかい？あ、これは後ってことか。教室。コピー。図書室。警察。ここ。まだ終わってないのか。
別の階にまだ行けないんだよな。お、どきやがれ。メープルを、あのクソ女をぶっ殺してやる。やめてください。カンナ、車田さん、てめえら、マイたちを救いに行ったんじゃねえのか。これ、エレベーター動かない。嘘つくんじゃねえ。俺はな、負けっぱなしが許さねえんだよ。勝てるわけねえじゃん。お前を救う方法、見つけたんだぞ。なもんいらねえよ。車田さん、信じてください。充電器を見つけたんです。車田さんは助かるんですよ。本当ですか。うるせえな、いちいち邪魔すんじゃねえ。こっちの自由だろうがよ。いい加減にしてください。大人になったね。今の車田さんはまるで死のうとしてるみたいです。あの時の宋さんみたいに。宋さんはカンナを守るためでした。車田さんはダミーズのみんなを守ろうとしてる。え、妨害者は本来一人破壊すれば役目を終えます。なのにメープルさんの暴走は止まりませんでした。だからその理由を車田さんは自分がまだ生きているからだと思ってるんです。だから死ぬ気なんです。そんな、黙れ、勝手な想像で。でももう嫌なんです、そんなの。死ねばよかったなんて思わないで、生きようとしてください。車田さん、生きるだと、クソ、ぶっ壊れてんだぞ。充電したっていつまで持つか。もうまともに歩くことすらできねえのに。カンナが足になります。カンナは車田に肩を寄せ体を支えた。全部は背負えないけど半分くらいなら支えになれます。行きましょう車田さん。さすがに中学生にそんなこと言われたらね、絶対に死なせない。でもなんかマジで誰も死なない可能性あるかもしれんなこれ。ロッカーで入って、説明書によるとこれで一人分フルに充電できるようだ。頭じゃない、脳胴体です。胴体を充電しましょう。よし、説明書の通りに接続するぜ。いや、いい。車田さん、まだあなたは。いいか、考えろ。このバッテリーがあれば他のやつの寿命だって伸ばせるんだぜ。え、いらないよそんなの。ああ、死んじゃうじゃんあなた。仲間じゃないの私たち。お、ダミーズたちは車田にバッテリーを取り付けた。どいつもこいつも深く考えやしねえ。こんな傷作ったやつが言うセリフ。おい、さら聞け。フルアマスターはドッペルゲンガーに会うと死ぬ。え、一人につき一つだけ聞かされる真実の情報。あ、なんかそれあったな。俺の分はそれだ。へへ、意味はわかんねえよな。そんなもん聞かされても関係ねえし。フロアマスターって雑草のことなのかな、このフロアって。なんで急にそんなことを。別に気分だ。ただまあ、これで俺を生かす価値はなくなったからな。だから他のものを守ってほしいと。え、なになに、そんな感じ。うぜ、かっこいいなあ。車田さんはもう大丈夫だ。あとはメープルだけ。下の階に行く方を探さないと。これはもう層がやってくれちゃってんじゃない、あのこっちの層が。ダメそう。あれ、シンさん、あ、バレたのかな。シンさん、どうしたんですか。いや、言わないから。誰にも、もう誰にも。助けて、助け。あら、画面が殺されたんだ、雑草に。ヒント与えすぎた罰か。じゃあ僕たちのせいにゃん。違う、悪いのは雑草だ。誰のせいでもない。ソウさん、また死なしちゃったわ。うわー、もうつらい、つらいセリフ。行こうぜ、他にエレベーター動かす方法を考えねえと。きっと私たちの手で生き返そうぜ銀猫姉ちゃん。
わー、今の辛いセリフだな。なんかもう降りられないのかな。あとここ?こういうのね、なんか。何?同意書はいらんかね。雑草。どうかした?レコさん、落ち着いてください。ドッペルゲンガーに会えば死ぬかもしれないけど。わかってるけどよ。あの写真のこと聞かねえと。そうか、あの写真のことか。何か言いたいことでも?思い出したんだ。私はお前と会ったことがある。そうなんだろ?この写真、てめえが撮ったんじゃねえのか?思い出してくれたんだね。それも、一度じゃねえ。何度待ってるはずだ。アリスが起こした事件の前、そして、事件の後、つまりてめえが死んだ後のタイミングでだ。アリスは、殺人の罪で逮捕されて、それがってことだよね。不思議なこともあるもんだね。あの時、てめえは何か私に要求した。何を?それはまだ思い出せねえ。けどな、んなことはどうでもいいんだよ。てめえはアリスをはめたんだ。クソみてえな殺人事件をでっち上げて、アリスに濡れ衣を着せやがった。レコさん、やっちゃってください。落ち着こう。止めないでよ、サラさん。せっかくこれ、お見舞いしようかと思ったのに。あ。うわぁ!え?こいつもそうなの?うわ、なんだよ、今の。ロケットパンチだよ。かっこいいでしょ。これなんか、強化パーツか?けど、こんなの当たったら。猫さんは僕が自分の死をでっち上げたと言ってるけど。じゃあ僕は何者?それは、ふふ。雑草は突き刺さった手を抜いた。言っとくけど、レコさん。僕だって心底怒ってるんだよ。あんな事件、僕だって予想外だったんだ。楽しみにしてたデスゲームに、僕の席はなくなっちゃった。僕の手で殺してあげたかったよ、アリスは。てめえ。それに、君はまだ正確に思い出せていない。その灯籠が、君の真実を浮かび上がらせるよ。使ってみるといい。レコさんだけじゃなく、みんなにね。これもうみんなの記憶蘇らせるのもありなんじゃないかな。何も口を挟めなかった。くそ。でも、やっぱりしましまはわかめ頭にはめられたんだと思うにゃん。そうだな。アリスは私より優しくて弱いやつだった。今にして思えば全部あいつのせいで納得できる。私は兄貴を信じてやれなかった。レコさん。レコさんはアリスの罪をすべて受け入れようとしていた。悪いのはアリスだったと自分を納得させてたんだ。辛いだろうな。ねえ、サラ先輩、そろそろ手分けして手がかり探さない?人数も少ないし、やれることやろうよ。みんな一緒がいいんじゃないかなとも思うんだけどな。みんな一緒がいい。結局信用して、ごめんなさい。そういうわけじゃないが。分かったよ。くれぐれも気をつけてくれ。すいません。結局許してもらえないんだな。さてと、一人になってしまったな。私も何とかして下に降りる方法を探さないと。なるほど。まあ、こういうとこから下に降りられたりとかするわけだよね。この本すごい。おー、灯籠使うってある。カンナ、失われた記憶について話さないか。記憶ですか?ああ、私と一緒に雑草に立ち向かうための真実を探るんだ。それが必要なんですね。だが、思い出を振り返るのは辛い作業になるかもしれない。お姉ちゃんのことですよね。でも大丈夫です。カンナはちょっとだけ前より強くなりましたよ。それに、サラさんが一緒ですから。ありがとう、カンナ。雑草は、この灯籠をみんなに使えと言った。もしかしたら、この光が忘れてしまった記憶を刺激するんじゃないのか。見えなくなってしまったものを映し出す。やってみるしかない。大丈夫かこれ。お、カンナが気になってる記憶はお姉ちゃんと立ち寄ったアイス屋さんです。うん、よく連れてってもらってた。でも何かがおかしいんです。あの時の出来事、本当に現実だったのかわからなくて。
カンナの記憶に何か間違いがあるのか。これもなんかゲームか。やり方。右の画面をタッチして灯籠の光を動かそう。間違いを見つけたら左の画面をタッチして指摘しよう。おう、あー、ここ違うよね。うん、あ、わかりました。そういえば何かが貼ってあったような。あ、どうして、だってあれ、どうした、あかんな、おかしいんです。あの同意書が壁に貼ってあったんです。え、じゃあこのアイスクリーム屋が雑草なのか。どういうことだ。カンナはあの場所であの紙を見たんです。そして店員さんにも聞いた気がします。あの紙は何ですかって。それから先は思い出せません。一体どういうことだ。あ、違うね。はい、指摘。その人のこともう少し思い出せるか。そういえばあの店員さん、雑草さんと同じ顔。やっぱそうなんだな。どこにでもいるんだな、こいつ。どういうことでしょうか。なんでそんなところにあの人が。カンナは会ったことがあったんでしょうか。それにお姉ちゃんも。いつからお姉ちゃんはあの店に通ってたんでしょうか。やっぱり私たちの想像するよりずっと前から準備がされてたのか。はあ、はあ、大丈夫です。続けさせてください。お姉ちゃん持ってるのが、カバンが違うね。あ、思い出しました。カンナあの時ケーキ選びに盛り上がりすぎてお姉ちゃんにカバンを持たせてました。その気持ちわかるぞ。その日の夜の幸せがそこで決まってしまいます。絶対に選択を間違えるわけにはいきませんでした。うん、関係ないなこれ。あの、これって何か手がかりになりそうですか。当然だ、よくやったカンナ。はい。あ、緑のやつがない。なんか売り切れになってる。確か程よい大人の甘さで口に含むと抹茶の風味が広がって。思い出しました、お姉ちゃんが食べ過ぎてお店から抹茶アイスが消えたんです。全然関係ない。すごく気に入っていたんです。いつもお姉ちゃん食べてました。カンナには甘いバニラやチョコの方が魅力的でしたが、あの日だけはお姉ちゃん大人びた顔でカンナがスイーツを選ぶのを見守ってたんです。お目当ての味がなかったから。そういうことだったんだな。関係ないな。でも、あ、これが違うね。右の照明の方がおしゃれだね。思い出しました、大きな光るアイスでした。すっごく可愛くないですか。カンナのお家にも欲しいです。関係ないな。関係ないやつも結構あるんだな。うん、カンナ、お姉ちゃんのこと思い出しちゃった。あ、時間が違いますよ。うん、窓の外ですね。そういえばちょっとだけ間違えてました。あのお店に訪れたのは夕方だったんです。学校帰りにアイスを食べ歩くのがすごく美味しくて、いつもより早めの時間だったのでお姉ちゃんが通うお店に行くことにしたんです。まさかケーキもあったなんて。お姉ちゃん黙ってたんですね、きっと。そういえば夕焼けを見るだけでお腹が鳴るようになったのも食べ歩きのせいでしょうか。全然関係ない話だな、これも。なかなか関係ある話が見つかんないね。あ、これ違うよ。なんか書いてある。これ重要じゃないか。そうですね。あれ、そういえば何か文字たくさんの、そうだ、願い事が書かれてました。願い事？多分お店に来たお客さんが書いていったんです。太りませんようにとか、虫歯になりませんようにとか。欲深いな。カンナも気になって店員さんにお話を聞いたような気がします。それで同意書書いちゃったのか。なんて言ったか覚えてません。うん、あ、全部思い出したか。思い出しました、あの時のこと。本当の記憶はこうでした。お姉ちゃんと一緒にアイス屋さんに行くと、
たくさんの短冊が飾ってありました。カンナはお姉ちゃんも貼ってないかなって探したんです。その中にあの紙が貼ってあったんです。カンナはお姉ちゃんと仲の良かった店員さんに話を聞きました。釘絵？あ、お姉ちゃんかな。何話してたの？お姉ちゃん、アスナ口の誓いって知ってる？アスナノの誓いか。なあにそれ？壁に書いてあった紙だよ。同意書って書いてあった紙。あれに名前を書くとね、一つだけ何でも願い事が叶うなんて騙されてんじゃん。騙されて書かされてるぞ。ああ、短冊もたくさん飾ってあったもんね。この頃からバケツかぶってんのか。カンナもお姉ちゃん治りますようにって書いたの？治ってるもん。外で変なこと言わないでよ。ごめん、それで？カンナね、何にも思いつかなかったんだけど、店員さんに言われて思いついたの。お姉ちゃんの願い事を代わりに叶えてくださいって。なんで嫌そうなの？ごめん。そうだな、私の願い事か。カンナに会わせてあげたいかな、本当の。やっぱ家族というか親が違うんだろうな。なんか登場人物全員なんか親関係がなんかちょっと怪しいんだよね。そうだ、運命の人。カンナの運命の人とか会ってみたくない？いいよ、先にお姉ちゃんでしょ。そらそうだ。言ったな。いいの、嫁いだら離れ離れだよ。別にいいもん。カンナと同じぐらいお姉ちゃんを大好きな人が現れるんだったらね。ああ、いい子だな。今思えばあの時の店員さんが雑草さんだった気がします。これがカンナの着された記憶。カンナはただお姉ちゃんに幸せになってほしかっただけなんです。だってもうたくさんの幸せをもらってたから。悲しい。カンナは姉を思い、姉を思い、姉もカンナを思ってたんだな。なのにひどい話だ。なるほど、こうやってみんなの過去、雑草と出会っていた記憶っていうのを探っていくパートになったって感じですね。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。誰も死なずにもしかしたらこのね、最終章の前編を終えることも可能なのかもしれませんね。で、まだまだなんか謎は深まったというかね、謎が解き明かせてる感じはしませんけど、今回はこれぐらいにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。